アメリカ合衆国の少数政党、ロスペローのアメリカ合衆国改革党から1997年10月に分派して結成された。この分裂の原因は、党の創設者、ロスペローが1996年の改革党大統領候補に自分が指名されるように、不正な捜査を行ったと信じて、全国大会から幾人かの有力党員が退席したことである。 改革党は、左派を支持したり右派を支持したりと、企業方言がある。このグループのメンバーは、ロスペローの大統領候補指名での最大のライバルで、あった、元コロラド州知事ディック,クラムを大統領選挙への独立候補として、襲おうとしたが、彼は自分が以前に、党の決定には従うとの約束をしていたことを、指摘して辞退した。以来、 アメリカ改革党はいくつかの州で組織された。北マリアナ諸島改革党はアメリカ改革党の系列である。アメリカ改革党は2000年の大統領選、2004年の大統領選、2008年の大統領選においてエコロジストかつ消費者運動家で左派のラルフネーダーを支持した。2016年の大統領選では右派のドナルド・トランプを支持した。ちなみに、 トランプは2000年にアメリカ合衆国改革党の大統領候補に名乗りを挙げたこともあったが、その時のライバルで候補者だったパットブキャナンについてネオナチ、反ユダヤ主義者で黒人嫌いで、ホモフォビアであると攻撃して、同党を離れた。ありがとうございます。